はい、明治沖港岩木台ラジオ、本丸の跡地なんですけど、この辺はもう完全に住宅街でですね、大手門ってさっきありましたけど、ここは中門、真ん中のところから、この絵図はですね、まあ復元っていう話があるんですね。櫓ですけど、まあ、大王天守みたいな、ちょっと住宅地を写してもしょうがないんで、まあ、この辺は少し石垣がですね、まあ、当時のものか分かりませんけど、いくらかこういう感じで残っていてですね、まあ、唯一のと、あと登ってくる途中にもですね、いくつか抜けられるんですけど、ちょっとこの中ですね、住宅の家がここ見て、ちょっとかなり写しにくいんですが、で今もですね、中入れないんですけど、まあ、一応いつも写してるんですけど、もうこれずいぶん前から入れないんですけどね、駅の方から上がってくるとここへ出てくるんですけど、あ、これ美術館なんで、直接関係ないんですけど、一応その櫓というか有形文化財になっていて、昔は入れたようですけどね、まあ、ちょっとその遠目にはお城風というか櫓風なんで、もう随分私が入った記憶は多分ないと思うんですけど、まあ、大昔のねあれなんで、まあ、最近看板がようやくできて、あとこの中も前は入れたんですけどね、今随分前から入れなくなっていて、そこにご案内って書いてあるんですけど、復元これですね、皆さんこの辺から写真撮っていて、あの上の展望台にもね登ったことありますけど、最近入れないですよね。この看板は近年というかだいぶ経ってからできて、でまあ一応お城の説明としてはですね、まあ、この辺りがいいんじゃないかと、本丸跡地ということで、こっちか、これ古い方かの看板、こんな感じですよね。絵図がはっきりしているのと、まあ今平のね、まあ、いわき市って名前変わりましたけど、平っていう私なんか古いんで言っちゃいますけど、やっぱりこのようにですね、城郭がきちんとしていて、結構水の堀がね、今もお城の公園としてですね残ってるんですけど、まあ、こちら下の方はですね、町並みがもう全部ですね、いわき市の、まあ、駅を中心としたですね市街地になっているということなんですよね。もともとこの岩木平というところが鳥池ですね、徳川家康配下の三河武士、鳥池が入ってですね、鳥居忠政公が、まあ、10万石ということでですね、まあ、関ヶ原後なんでね、上総の国から入ったと、まあ、そこからこの平城っていうのが築城を始めたようですよね。で時代を経てですね、鳥居以降はさらにですね、最上氏がいなくなった後にですね、ではの山形になんと20万石で、入ったと。でそれで内藤正長がですね、7万石で上総から入るんですが、内藤家もですね、幕末までではなくて、途中安藤家がちょっと入ったり、井上家がちょっと入ったりしてますんで、全部ではないんですけど、信政公の銅像がね、結構下に大きく有名というか目立つところにあるんですけど、内藤家のイメージはすごいありますよね。でまあやっぱり築城というか1622年以降ですね、120年ぐらいは、まあ延岡に移るまでは120年ですよね、治めていたと。だから内藤氏のイメージがすごい強いですけどね、まあ、1756年に、まあ、安藤家が入ってですね、まあ、それから幕末と、だから安藤家と、まあ、内藤家とちょっと名前似てますけどね、なんとなくその二家がですね、中心だったなと、まあ、江戸初期に関しては鳥家ということになりますね。こちらのね、もう一回やっぱり絵図で見ると、まあ、この辺が今いるところなんですが、まあ、非常に綺麗な絵図ですよね。門構えもたくさんあって、町人屋敷とか武家屋敷とか分かれていてね、しっかりした城下町、さすが鳥居忠政公、すごいですね。やっぱり戦国武将だけあるんでね、戦備えもできるっていうようなお城ですよね。平城ではなくて山城、平井山城ですね、やっぱり戦国武将なんでね、何かあったらというところで、こんな堀なんかもすごい深そうですよね、まあ、埋め立てられてなければ相当な規模のお城だったと思いますけどね。はい、岩木平城。